Radio d i a l o g u 一月十二日水曜日時刻は夜九時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして佐藤慶です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 さあ、あの、はい、街の中では、こう、先週末ですね、はい、あの、新成人の方々をね、結構、ね、たくさん見かける機会がありましたね。はい、いや、本当にあでやかな、あの、着物を着ている方とか、スーツを着ている方、たくさん皆さんも見かけられたかなと思うんですけれども、んなんと、僕もあの、成人式に出席してきたんですよ。おやあれ あれ年齢あれはい。はい。いえ、今年、あの、39歳でございますが、はい。ま2回目の成人式が近づいてはおりますが、はい。<の>ダブルスコアで。はい。あの、はい、僕の成人式ではなくてですね、あの、宮城県の南三陸町の成人式に、あの、お招きいただきまして、あの、スピーチというか少しお話をさせていただいたんですね。であの、非常にこう、かっこいいスーツを着てる青年とか、うわ、かっこいいツーブロックだな、みたいな、あの、そうした青年たちを見ると、ああ、なんか、僕はあの、自分の成人式出てなかったんですけれども、なんか自分もそういう成人式出てみたかったな、 思ったのと同時に何かこう、ちょっとこう、やんちゃに見えるような男の子たちがですね、代表スピーチなんかで、やっぱり、あの、震災のことを喋るんですよ。南三陸町、あの、宮城県の沿岸で、あの、非常に大きな被害を受けた町ですけれども、当時、小学4年生とかだったのかな。まあ、あの、そうした子たちが今、成人を迎えて、これから社会の中で大人になっていくっていう、その決意の話を聞いたときに、まだまだやっぱりこう、震災ってどこかで終わったものではなくて、これからの社会の中で常に振り返ってみなきゃいけないものだなと思いました。 それでですね、その成人式の帰りにですね、仙台によってお寿司を食べたんですよ。僕は魚が、特に東北の魚介が大好きで、仙台駅のお寿司屋さんなんて美味しいでちょっね。おすすめのところがあるんですけれども、そこでふと思ったんですね、あれ、今シーズン、サンマ食べてないって思っか？いや、今やもう、高級魚みたいな扱いになりつつありますよね、サンマって。皆さん、召し上がりましたか、今シーズン、サンマ。 はい。いや、ね、なかなか、あの、出回らなかったんじゃないのかなと思うんですけれども、この漁獲量について、あの、ちょっと先ほど調べてみたらですね、全国サンマ棒受け網漁協同組合というところの発表によりますと、うんえ、2021年の全国のサンマの水揚げ量、前年比38%減の18,291トン。で、これはですね、3年前の18年比だと8割減なんですね。でこの3年連続であの、過去最低を更新しています。 あの、皆さん、2048年問題ってご存知でしょうか ?2048 年問題。はい、あまりね、まだ、大々的に報じられては来なかったかもしれないですね。 興味のある方はあの知っていると思うんですけれども、2080、2048年には、食用として、あの、取っている魚がいなくなる、食べられなくなるという一つの提言というのがありまして、まあ、それには、あの、気候変動だったり、海産物の乱獲、それから海洋汚染など様々な問題が、あの、重なってるわけなんですけれども、これってもう26年後のことなんだなっていうことを思うと、うまさに今、こうした、あの、時代の変革期に生きている僕たちの生き方の一つ一つで未来が変わるなっていうことまあ、まさにその成人式の日にですね、 この新成人がどんな社会を生きていくのかなということをあの考えながら感じました。そうですね。私たちの今のこう選択が本当にこう数十年あの私は、うん、こう私たちがこう重なら重ならないようなこう世代のこう未来のね、はい、こう運命まで左右するというふうにこう考えると、うん、まああの漁業の問題っていうのは本当にこうその一旦で、はい、で気候変動の問題だったりですとかこういろんなものとこう密接に連動しているということを考えると。うん 何をじゃあ私たちは今選択しますかっていうところが、ね、これ新成人に問われているというよりも、新成人と共に生きている子ね、うね大人たちに問われているっていう感覚が。うどんな世界をバトンタッチするのかということをちょっと考えさせられる日だったなと思いました。いね、はい、その、どんな社会をこ,うこれから描きたいのかということを含めて、うん、あの、私たちへのこの、まあ、 未来への選択ということでこう密接にこう関わっている問題を今日は取り上げていきたいと思います、はいえー。法務省が1月の17日、来週の月曜日から始まる通常国会に入管法の改定案を再提出しようとしていたのをご存知でしょうか。うん、今のところ報道ベースでは、えー、今国会での 提出は見送りへというふうに報じられてはいるんですけれども、で、もしも見送るとしても、見送られるということは決してゴールなわけではないですよね。うん、じゃあ、入管問題というのはこう根本的にどういうふうに変わっていくべきなのかということを、入管問題調査会の代表も務めていらっしゃいます。弁護士の小玉孝一さんと一緒に考えていきたいと思います。はい さあメッセージは YouTube のチャット欄やすでにあのたくさんのコメントありがとうございます、えー、そして Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P で、えー、皆さんの声をお送りくださいこのあと21時40分ごろまでお付き合いいただければ幸いですよろしくお願いします まずは今日のニュースの中から気になったものを一つピックアップしていきたいと思いますが、えー、今日は先週に続いて、えー、同じ話題になって恐縮ですけれども、チューズライフプロジェクトというネットメディアの件についてお話をしていきたいと思います。はい、で、あの、先週よりももう少しだけあの、詳しく経緯をご説明していきたいと思うんですけれども、あの、 先月ですね、あの、昨年の12月に、えー、立憲民主党から、チ、え、ューズライフプロジェクトに公表されない形で資金がどうやらこう提供されていたようだという,こう、うん、こう、まあ、情報が、えー、私たちのところにこう届き始めて、で、これは事実関係をこう、しっかりとこう、確認しなければならないことじゃないかということで、まあ、年末年始にかけて、まあ、チューズライフプロジェクトのこう、関係者、 へのこう聞き取りをまあ行ったという経緯があしました、はいで、その中でまあ資金提供の事実についてこう、まあ、あの聞き取った際のこう関係者の方々がおおむね認めたということで,であのそういったこう経緯からもあのいつどういう形であのこの情報があの世に出るということ、うん、出てもおかしくないような状況だったなというふうに思うんですね。で万が一あの例えば 週刊誌だったりですとか、そういう媒体が、あの、こうしたことを、こう、ま、構造的な問題として、こう、批判的にこう、提起するということではなくて、ま、面白おかしく、うん。 書かれてしまった時のこうリスクみたいなものもすごくこう高かったと思うんですよね。うん、で、そもそもやはりこう不公正であるということ。まあ、あの公表しない形でこう資金をこう提供されていたということが不公正であるということはもちろんのことなんですけれども、あのそれがやはりこうまっとうな形で世に問題提供されなければならないということも起きてしまったからにはこうあったので、うん、で、まあ、第三者、第三者調査、 の、こう、実施だったりですとか。で、あの、自らこうした問題があったんですということを、あの、しっかり、こう、公表するべきではないかということを私から、こう、流してきたんですけれども、あの、残念ながら、その、まあ、チューズ・ライフ・プロジェクトの、こう、関係者から、あの、その点においての、その、誠意ある回答というのが、こう、まあ、得られなかったんですよね。で、まあ、 あの、これはもう、あの、ことの重大さからも、まあ、そして、その、まあ、当事者から、こう、積極的に、こう、公表しようという姿勢が見られないということからも、もう、これはやむを得ず、あの、抗議という形で公表するしかないね、ということで、うん、まあ、私と、えー、それから、あの、他の4人ですね、津田大介さん、小島恵子さん、南明さん、そして、も月磯子さんとともに、こう、抗議文という形で、えー、あの、公表するに至ったという経緯がありました。で、あの、 このこういう文をこう公表してからこういろんな声がありまして、う,ん、うん、まあ、これがやっぱりこう不公正であったということも、たくさんのこう声として上がっているんですけれども、中には、あの、せっかくいいメディアだったのに、チューズライフプロジェクトを潰す気なのかというふうにこう、うん、あ、こう、ね、声を、あの、こういうことってダメだよねっていう、こう、提起した側にも、こういう矢が飛んでくるんだなっていうことをちょっと改めてこう実感して、 間した数日間で、もあったんですよ、ね、であの、チューズ・ライフ・プロジェクトを潰す気なのかっていう声って、つまり、あの、こういう,こう不公正なことを知っていたとしても、見て見ぬふりをするべきだったんじゃないか。知らぬ存ぜぬをこう、決め込んでいるべきだったんではないかということになりますよね。で、あの、これをしながら、知りながら、やっぱりこう、見て見ぬふりをするっていうことって、まあ、それこそこう、私たち d i a l o g ォー for People だったりですとか、もっと言えばこう、 ジャーナリズムのこう信頼そのものをこう損なってしまうようなことだと私は思うんですよね。知りながら知らないふりをしているっていうこと自体が。うん、で、あの、まあ、立憲側も中ズ側もお金はこう出されたけれども、で、それで番組の内容が変わったわけではないっていうふうに言ってるじゃないかっていうこう声もあったんですけれど、わからないですよね、実際は。 であの野党もやはりこう権力であるということを忘れたくないですし、うんで、その権力側が果たして何の意図もなく、1500万円のこう資金をこう提供するだろうかであの、やましいことがある、ないのであれば、なぜあのこういった資金をこう提供されている番組です、うん、その上でこう運営されてますということがオープンにできなかったのかだったりですとか。 あの、結局はやっぱりこう、癒着の構造あったんじゃないのっていうふうにこう、まあ、思わせてしまっている、疑われるようなこう、構造を作ってしまっていること自体がこう、まあ、不適切ですし、まあ、秘密裏にこう、あの、まあ、公表しない形でお金をもらっているということ自体が、まあ、利害関係者にこう、なってしまうわけですよね。うん、まあ、力関係もこう、そこで、まあ、できてしまいますし、うん、まあ、弁物化された形で、あの、番組こうしてください。 ってこう言わないまでも資金提供されているという力関係の中でそれこそこう忖度をせざるを得ない状況が起きてしまった可能性だって、うんね、こう立憲民主党のこう、まあ、不祥事なんかがこう大きく万が一、その時にこう起きてしまった時に果たしてそれを本当にあの忖度なく報じることができただろうか。 とい,うこうまあ、いろんな疑問が置き去りのままだと思うんですよね、うんうんまあ、権力とかハラスメントの構造の問題というのはその無自覚性が一番難しいところですからね。うん、そうなんですよね。で、あの、まあ、今日西村千奈美幹事長がこの件についてあの記者会見を行いまして、まあ、2020年のこう3月から8月にかけてまああの、資、ま、金、あのこう請求があったと。まあ、つまりあの チューズライフプロジェクトがこう、まあ公共のメディアをこれから作っていくんだというクラウドファンディングを行ったのが2020年の7月からなので、うん、まあクラウドファンディングを行っている時期ともこう重なっているわけですよね。で、単純にこう応援したかったということも、え、じゃあ、それつまりあの政党からの寄付行為に当たるんですかっていうことにもなりますよね。うん で、この件についその点についても実は、あの、ま、あ明確な、こう、あの答えというのが、西村氏からも、こう、ま、あ政党関係者からも、こう、ま、あ返ってきていないという、こう、状況が続いていて、で、 事業を依頼するとかでなければ、え、これ給付行為じゃないのっていう疑問が、あの、チューブラリンのままだなというところが、まあ、ちょっともやもやするところですね。なので、まあ、あの、これから第三者的なこう調査を続ける、あの、するというふうに公表は、あの、チューズライフプロジェクト側がしているので、はい、あの、それを待ちたいなというふうにこう思います。で、あの、 例えば、あの、大きな、こう、権力側が、それこそ与党側がもっと、こう、強大な資金力で、うん、こう、権力を持って、で、握手を、こう、ただ使って、こう、いろんなことをやってきてるじゃないかっていう、こう、声もあるんですけれども、じゃあ、その、ね、権力に対抗するという大義のためであれば、で、こちら側も、じゃあ、多少の、こう、握手はやむを得ないよねって、多少不公正なことをしても仕方ないよねっていうふうに、こう、メディアが一度用にしてしまうと、 それってやっぱりこう、どん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 こう、エスカレートしていくと思うんですよね。うん、どこかで歯止めをかけなければ、あるいはそもそもやってはいけないことですし、あの、まあ、巨大なこう、例えば権力側が、それこそ自民党側が同じような構造で、秘密裏にこう、影響力のあるようなこう、ネットメディアにこう、お金をこう、提供していたっていうことがあったとしても、このやっぱりこう、チューズのこう、構造をこう、あの、批判しない限り、自民党が同じようなことをやってきても批判できない、 わけですよね。あの、だから、まあ、権力批判が必要だからこそ、まあ、それにやはりこう対峙していく側も、 まあ、じゃあ、自分たちが同じようなこう構造を抱えていないだろうか、という方は、こう、本当に常に慎重でなければならないな、というふうに、こう、思っています。うんはい、で、あの、もちろん、その、あの、大手メ,メディアだって、っていう、声もあるんですけれど、じゃ大手メディアと権力の余着だって、こう、これからも、これまでもこれからも、こう、批判をしていくし、うんうん、で、立場によって、ダメなものはダメっていう、こう、線引きが、恣意的にこう、変えられてしまっては、こう、いけないというふうにも思うんですよね。 で、もちろんその、まあ、今回構造の問題は指摘をしましたけれども、じゃあ、もう二度とメディアにも戻ってこないでほしいっていうことを、うん、あの、チューズライフプロジェクト側のこう関係者の方々にこう、あの、言いたいのではなくて、あの、 メディアをこう変えていきたいという,こう心意気自体は、あの、とてもまっすぐなものがあったというふうに、こう、私自身も思っていますし、うん、あの、まあ、聞き取りの際も、これで人生が終わったわけではないんだということを私なりの言葉でこう伝えた、あの、つもりなんですね。なので、だからこそ、まっとうな検証をして、何がダメだったのか、何を繰り返してはいけないのかということを炙り出して、で、 その上で、まあ解散するのかそうではないのかっていうことが、あの、これからの判断になってくるわけですけれども、こう、まあ、地図をこう潰すのかっていう、こう、声に応答するのであれば、こう、 まあ、まずはこう、こういう不公正なことを一回見つめ直して、何度でも育んだらいいじゃないかっていうことは、私自身はこう感じています。で、あの、こういった、あの、第三者調査にあたって、どういった人選がなされるのかということも含めて、えー、注意深く私たちも見ていきたいと思っています。はい。まあ、一つあの、怪我の巧妙というとあれですけれども、やはりこの件があったおかげで、あの、僕たちも含めて、改めてこう、公共とは何か、メディアとは何かということを考え直すことができた、きちんとこう、言葉に、 直して考えることができた。他者の様々な方々の意見をこう聞くことができて、さらに考えを深めることができたというのは一つの大きな投げか方だと思いますので、これを単にこう、何かを破壊するということではなくて、次の新たな世代のですね。こう社会を作る礎につなげていけたらなとは非常に強く思います。はい、ということで、この問題も引き続き注視していきたいと思います。 すみません、お待たせしました。はい、ここからはこの方と一緒に、えー、お送りしていきたいと思います。えー、長らく待機いただいてしまって、あの恐縮です。弁護士の小玉孝一さんをお迎えします。小玉さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろ,いいよろしくお願いします。えー、小玉さんのプロフィールをご紹介していきます。小玉さんは、1966年生まれ、早稲田大学のご卒業後19、1948年 失礼しました。1994年に弁護士登録。えー、そして1995年から入管の収容問題、そして難民問題に取り組まれていらっしゃいます。えー、現在入管も、入管問題調査会の代表も務められていて、昨年春には衆議院法務委員会で、えー、入,管入管法の改定案に反対の立場で参考人として意見を述べられていました。 小玉さん、あの、そういった知見から、あの、今の入管問題について今日はお話を伺っていきたいというふうに思うんですけれども、で、早速なんですけれども、あの、入管法の改定案の再提出なんですが、え、これ昨年の5月に、まあ、事実上の廃案となって、 ったものと同様のものがこう出されてくるのではないかということが見られていたんですが今のところ見送るのではないかということが報じられています改めてあの昨年の動きを踏まえて伺いたいんですけれども こう法務省はこうどういう,こうあの形でこの入管法をこう変えていきたいというふうにしているのかあの特にやはりあの問題点をこう感じられるところがあるとすればどういうところなのかということを踏まえて小玉さん改めて伺いますすででしょうかそうかそねあの、まあ、入管法の改定いろいろ問題はあったんですけどあの僕自身はおそらく一番入管が変えたいところはあの今現在難民申請中の方は。もう 行政の手続き中ですと、強制送還ができない送還停止向というのが定められているんですが、うん、えとこれの例外を設けようというのが、恐らく一番の肝といいますか、絶対譲れないところとして考えているのではないかと思いますうんあのこれは何度もこの番組でお伝えしてきたところですけれども、あの 例えば、この日本の中で難民の認定率というのが1%にも満たないようなこう状況が続いてきて、で、そうするともう、あの、何度も何度もこう難民申請をせざるを得ない状況というのがすでにあるわけですよね。で、それでこう、はい、まあ、じゃあ何回以上こう難民申請した人は強制送還の対象になりますよというふうになると、あの、どういった問題が生じるというふうにこう考えられますかはい。えっ、ー、と、 もともとですから、の他の諸外国ですと、あの50%近いところ認定されるところもありますし、まあ、す少なくとも数トというレベルで認定率はあるんですが、うん、日本だけ本当に1%もないというのは、ちょっと異常な事態だと思うんですね。うん、あの他の国は1000人いたら500人ぐらいが難民なのに、日本だけ1000人中995人ぐらいが乱用者しか来ないっていこれはどう考えてもおかしな話で、それはその、 むしろその来ている人たちの問題というよりはやっぱ運営している側があまりに厳格にしすぎていると考えるのが普通の考えななんじゃいいかと思いますううあのこれもうそもそもの話になってしまうんですけれど今あの厳格な非常にあの厳格な運用ということに触れていただいたと思うんですけれどもやっぱりこ,うこの問題をこうあの中学校、高校なんかでこうお話しするとあの真っ先にえなんで 日本の難民認定率っていうのはそんなに低いんですかっていうことを聞かれるんですよね、この構造的な問題としてどういったこう背景があるのかということについては、いかがですか、うんまあ、端的に言うと、外国人を受け入れたくない社会の負担になるような人たちは排除したいっていう、そういう根本的な発想があるんだろうと思うんです。うーんはい あの、例えばその、審査する、こう、機関としては、これ入管庁が担うわけですよね。でも、あの、はい、入管庁って本当にこう、マルチタスクになってしまっているな、と言いますか、あの、例えばその、この人は日本から出ていくべきなのか、ということをこう、判断する、こう、機能と、この人は保護されるべき人なのか、という判断って、 やっぱり専門性が違うのかなというふうふに思うんですけれどそれを一手に同じ機関が担っている、まあ、部署は違うかもしれないで違うにしてもあの一手に同じ機関が担っているという何かこう構造的な限界もあるのかなというふうふにこう見ていて思うんですがそのあたりはいかがでしょう、はい、全くおっしゃる通りでしてあの例えば、偽造パスポート難民の方は偽造パスポートで 廊下に手配されてこられることがまあ多いんですけれども、入国管理という立場からすると、それはもう偽造パスポートで不法入国しようとするもとんでもないやつらだってそういう視点になると思うんですね。でも逆にその難民認定という見地から言うと、もう自分でパスポート取れないぐらいも切羽詰待ってたんだから、この人はむしろ難民性の高い人だって同じ事実をその違う全然違う視点であの評価しなくちゃいけない。それを 同じで入管の職員の方その部署は違うかもしれません採用の段階では全く同じところから入っていて、確かに特にその難民調査官をやりたくて入管に入るっていう人はまあいませんから、最初はその入国審査官、入国警備官、むしろ治安維持、取締りの立場で入ってきた方があの、突然事例で、今日から難民調査官やりなさいという,ようなのが降ってくるわけですね。うそうするととやっっっぱちょっと自己矛盾を抱えててしまって できないのはむしろ当たり前なんじゃないかというふうに思います。うん、あの、これ私も以前に児小玉さんにお話を伺って、あの、すごくびっくりしたところなんですけれども、あの、小玉さん、こう、いろんな事例を、こう、ご自身で、こう、ご覧になったりですとか、あるいは情報収集をされて、ご存知だと思うんですけれども、あの、そもそもやっぱり、こう、難民認定に、こう、関わる、あの、職員たちの専門的な、こう、知見が、こう、降り積もっていって、 あの蓄積されていかないといいますかあの例えばそのアフガン難民をこう認定するにしてもこう、まあ、とんでもないようなこう認識のままあの本当にこう乏しい認識のままあの認定に当たっているという実態が見えてきたというお話以前伺いましたがそのあたりはいかがでしょう,そうです、ね、あのアフガン、まあ、もう20年ぐらい前なんですがアフガニスタンの <laughs> 難民のインタビューをしている。 これはまあ私の友人が聞いた直接本当に聞いた話ですけどあの当時、タリバン政権が崩壊して、うん、カルザイ大統領という人がもう本当に日本でもニュースをすごく賑わせていてアフガニスタン復興のまあもう象徴となるような人だったんですがその人の名前をちゃんと言えなくてカイザルですかとかいうのを民間の職員が言ったとか、うん、あるいはその波の人がインタビューでアフガニスタンとソ連の あの、ソ連のアフガン侵攻の話をしたら、アフガニスタンとソ連って何か関係あるんですかっていうふうに。何ということでしょう。はい。そうなると話す気にならないと思いますね、うん、この人たちもね。うん、あの、私が、あの、小玉さんにお話聞いて非常に衝撃的だったのが、あの、タリバン政権、 をあのタリバンという,こう組織を民族だと思ってタリバン族というふうにこう表現したあの職員もいたりということで,でそれだけやっぱりこう現地の状況をあの把握していない事実誤認している側が自分たちのこう命の運命をこう握ってしまっているということになりますよね。うそうでですねおっしゃる通りでであの難民ににいて僕もあの本当に 先ほど95年に初めてやったときは、やっぱり全くの素人で、うん、本当に最初はイランの方だったんですけど、最初にご本人たちの話聞いたときは、本当にそんなことあるのかって、正直信用、うんうん、あの、かなり信用できなかったというとあれですけど、うんうん、あの、受け止めきれなかったんですね。だけど、きちんとバックグラウンド勉強してみると、うんあ、そういうことも本当にあるんだなっていうのがわかりますこれは、ですから入管職員の人たちの資質というよりは、 それだけきちんとそれだけ専念できるような体制だったりとかと、うん、いうのも,もうそのおそらく採用の段階から今の少なくとも今の組織でやるんだったらせめてそれぐらい最初から任用の段階からそういう試験を受けるとか、うん、あのマインドを持ってるかっていうところからやっていかないとちょっと今のままでは無理だろうなっていうのは思います。 気の毒だと思います、ね、うんちょうど YouTube のコメント欄でも MI さんがです、ね、何のために難民認定があるのかを共通認識として理解する必要があるんじゃないというあの問いを投げかけてくれていますけれどもまさにそうしたことを社会の中でそもそも触れたり考えたりする機会というのもすごい少なかったなということを振り返って思いますうんあのその中であの注目すべきこう事例がありますけれどもこれあの小玉さんもこうあの携わられているこう事例ですけれどもあの昨年の10月 ですねあの違憲判決がが確定ししたた訴訟がありましたこれがあの難民認定の申請を、まあ、退けられてしまったスリランカ人男性の男性たち2人私もあのそのうちの1人はあの現地でインタビューをさせていただいたんですけれども、うん、で裁判をこう起こす時間を与えられないまま、えー、東京入国管理局によって、まあ、強制送還されてしまったということがあって。 で、で、これ自体がこう憲法違反であるということをこう、まあ、あのー、東京高裁がこう判断をしたわけですよね。で、これ、あのー、その方はこう仮放免中、あの在留資格がない形で仮放免という形で生活をしていたので、まあ、入管にこう出頭したところ突然収容されてしまって、あなたもう強制送還だからということを言われて、で、30分だけ、あのー、 まあ、電話をする時間をこう与えようということで、で、一生懸命こう弁護士さんにこうかけてみたんだけれど、まあ、日中30分間電話に出れないことなんてこう、仕事をしてたりするとこう、ざらにあるわけで、で、その30分の間にこう、つながらず、はい、じゃあこう、携帯電話募集ねっていうことで、えー、外部とのこう、通信をこう、遮断されて、やめてくれ、殺される、殺されるっていうふうにこう、まあ、もう、 本当にこう切実にこうもう泣いて泣いてこう訴える動画というのがあのメディアにもこう一部あの加工された形であのプライバシーを配慮するような形であの加工されてあの公開はされているんですけれどもあのそういったことが違憲というふうにこう判断されました小玉さんはこの事件あのまあ弁護団としてあの関わられてどんなふうにご覧になっていらっしゃいましたかそうですねあの 実は東京高裁が9月にその判決が出たんですが、うん、同じ年の1月に名古屋高裁でもあの違法だという判決が出ていました、うん、ただその、えー、ちょっと東京高裁の方がまがより進化したなと思うのは東京高裁は憲法違反ということを明確に言ったのと、うん、もう一つ、すごく大きいのはその名古屋高裁の判決はあの難民申請が乱用と乱用的なものでない限りは違法であるっていうのはそういうい言い方をしてたのが。 東京高裁の判決はあのその申請が乱用かどうかを含めて司法審査の機会を保証しなくちゃいけないというふうなところを明確にあの判決で言いました、うん、これはその先ほどの,あの総鑑定施行、えー、<laughs> 例外を設けようというところにおいてもすごく意味のある判決だったと思います。確かにあの本来であればあの まあその難民申請をして退けられます、でその後であので司法のこう判断がこうあの受けられるようなこうはずの権利をこう奪うということをしちゃダメですよと、あのそういうやっぱりこうそれを飛び越えて入管が自分たちのこう権限で、はい総、送還というふうにしちゃダメですよということがまあ憲法とこう照らし合わせてこう判断されたということですよね。うん、そうですね、はい、でしかもあの、まあ、僕ら最高裁 国が上告するかと思ったら上告しないで確定しましたから、うん、あの国はこの判断に服したというふうにまあ評価は当然されると思うんですね。うん、そうしますと先ほどの,その法案で <laughs> まあ結局出てこなそうなことではありますけど相関定施行の例外を設ける2回目、3回目以降は相関定施行を排除するあるいは重大犯罪だったりとか暴力的破壊主義者と疑われるような人は あの相関定を外すということは、これは司法審査に至るまでもなく、ですね入管内部の行政審査も全部終わらせない状態で返してしまっていいという、そういう法案を出そうとしていたわけで、司法審査の機会どころではないわけですね、だからちょっと,もうとんでもない話で、ですけど、東京高裁の判決に服したということは、うこういう法案を出すのはもう、 自己矛盾にななるのではいいかと思まます、ね、失礼しましたあのご指摘いただいた通り交際の,の判決が昨年の9月で,であの、まあ、国側が上告をしなかったので、えー、判決違憲判決が確定したのが昨年の10月ということでしたね、失礼いたしました。はい、であの、まあ、こういったさまざまなあの問題をこうはらんでいるこの入管法の改定案の、まあ、提出が見送られる方向であるということのこう理由として、 ちらほらと報道で漏れ聞こえているのが、まあ、夏の参院選にこう影響するから、うん、なんかこう、批判の声がたくさん上がるから、選挙に影響するみたいな趣旨のことがこう、ちらほらとこう報道されているわけですよね、小玉さん、これ自体はどんなふうにご覧になってますかそうです、ね、この法案はその、もともと長期収容だったりとか、あるいは総監まあ国側が言う送還喫者が増えていて。 それを解決するために喫緊の課題だっていうことをずっと言われてたんですねうん、うん、ちょっと見てみましたら2019年の10月にこの法案提出のまあ基礎となった収容相関の専門部会っていうのができたんですけど、うん、その設立の趣旨のところでもうこの問題は喫緊の課題であるっていうふうに言ってます で2021年の4月に衆議院の本会議で上川大臣もこれはまさに喫緊の課題であるという言い方をしています、うん、でそしてあの今年のあ昨年ですね12月21日に入管庁が出したその資料の中でもこの問題解決するのは喫緊の課題だともう繰り返し繰り返し喫緊の課題と言ってるんですが、うん、で参,参議院の影響を考えて見送るんだったらこれは喫緊の課題でも何でもないと思う,う確かに <laughs> 確かにおっしゃる通りですね。はい、ね、その本当にこう喫緊のこう課題であれば、あのすぐにでもこう提出しようというふうになるはずなんですけれども、あのスローガンは一体何だったんだろう状態なのかなというふうにこう今の話を聞いていて。 思うところなんですね、うん。かつその反対の声が上がるのであれば、うん、それを反対の声が上がるからじゃあやらないではなくて、その声を聞かなければいけないですよね。そうですね。そもそもの社会を作るために声を。なぜ批判されるのか。そうなんですよね。うん、声を聞くためにこうした政治の場があるというのであれば、声が上がるから聞かないというのはそもそもの前提が違うのかなとは思ってしまいますね。うん、あのー、 まあこれも非常にこう気になる動きで、おそらくこれからあの法案の再提出をこう見込んでのこう動きだったと思うんですけれども、これ、先月、出入国在留管理庁、入管庁が、国内に彼らの言葉を使えば不法に滞在、つまりあのまあオーバーステイ状態、在留資格がない、非定期滞在状態。 である人たちのうちあの、まあ、帰国を拒んでいる外国人が3100人余りいらっしゃるとであのそのうちの約3割ほどが過去に日本で有罪判決を受けているんだ、まあ、あのつまり平たく言うとほらこんなにこうあの危険な人たちがいますよって、うん、追い出したいでしょみたいなこう 非常にあおるようなこう発表だったなというふうにこう私自身はこう受け止めているんですけれどもあのこの発表自体について児玉さんはどんなふうに捉えていらっしゃいますか、うん、まあ、そうです、ある意味、まあ、入,入管さんらしいなとは思いましたけど、うん、あの本当に使い古されたやり方で、えー、立教大学の大学院の稲葉剛さんもまたこんなことやっているのかという指摘がされるぐらいですね。 で僕はちょっと昔、あの入管法の成り立ちの論文とかを今、読んでる、まあ、読ん,でんですけど、はい、1946年に該当法令っていうのを作ろうとしたときにも似たようなことをやっていて、あの三国人という言葉を使って、うでそういう人たちがその国家の,あの治安を害してるんだということを喧伝するというのをです、ね、メディアを使ってやろうとしているっていうのは書いてありました。でもう70年前でやってることを 75年前ですか、やってる、もう同じようなことをやってるというのに、すごく、なんて言いますか、まあまあ、相変わらずだなという感じはします。しかも、この3割というふうに言われている人たちのうち、あの例えばそう、単なるこうオーバーステイ。 あのあ在留資格切れちゃったみたいな人たちもこの中に含まれているというふうにこう見られているのでそれ本当にこう含む必要あったのかなだったりですとかじゃあ仮に例えばあの何か重大な犯罪をこう犯してしまったとしてでその人たちがこう刑期を終えた後 社会復帰をしていくこう権利はあるわけですよね、人権がありますから、なんかそれをこう含めてこう否定するようなこう発表の仕方だなということはこう私の印象としてあったんですけれど、そのあたりはいかがですかおっしゃる通りだと思います、あのこれ日本国籍の人でした、僕も前やった人は前回26班っという人で。 <laughs> 4何歳でそれぐらいやった人でもそれでもやっぱり日本の社会に出てきてその社会復帰するしかないんですね。であの日本国籍の人に関しては同じ法務省が。 やっぱ住居と仕事があるのが重要で、そういう人が犯罪防止のため、再犯防止のためには、そのような環境づくりが必要だということを、同じ法務省がもう政府広報で出しています。でだけど、外国人に関しては、もうそういうのを完全に突っ飛ばしてしまって、ともかく、うん、厄介だから本国に返してしまえばいいというのが、まあ、この有罪判決を受けた人が3割、でもその人たちは社会に受け入れられないという、そういう方向で、 誘導しようとしてるんでしょうけれど、うん、ただ、あの、今年の去年ですね、去年、あの京都コングレスといって、その犯罪防止会議、国連の犯罪防止会議が日本京都で行われました。で、そこの宣言とかを見ると、犯罪の防止はその一国だけではなくて、国際協力をしなくちゃいけないっていう、そんなことが歌われています。うん、そうだとすると、あの自分の国で、例えば日本で前科のある人がいたとして、それを。 本国に返ししたとしてですねそうするとそれは日本の中ではその犯罪をした人を排除することができるかもしれませんけどその本国で本当に住居もないあの仕事もないように全然ないような人をポツンと返したらそれはその国でまた 同じようなこと、犯罪に手を染めたりとかあのするしかなくて、これはだから国際的な犯罪防止という、あの日本政府が歌っている、京都宣言に歌ったことにも反するんではないか、やっぱだからすべての人を別に日本にさせろという、そういう話では僕はするつもりはないですけれどもその、例えば日本にしか家族が日本にいる、仕事も日本にあった、そういう人がちょっと過ちを犯して、えー、刑務所に入ってしまった。でそういうい人を 日本にとっては必要のない外国になるから本国に返してしまえばもう、まあ、後は知らないっていうのはこれはその国際協力、犯罪防止の国際協力という観点から言っても大きな間違いなんではないか。 と思います。うん、今あの、えー、YouTube でアケムさんが、えー、不法滞在者ということはそのものがスティグマだと思うし、行政がリシストに攻撃の口実を与えるようなものなので、えー、入管行政の考え方そのものがおかしいという声もいただきました。うん、まああの法務省ってあのヘイトスピーチを許さないというこうスローガンはあの責任者なはずなんですけれども、まあ一方でそのまあ日本からこう出ていけっていうことをあいにこう。 ずっとこう煽ってきたわけですよね。うん、いや、なんかこう、不当にこう日本からこう出ていけっていうのもヘイトスピーチなんだけどなというふうに思いながら、本当にこう、いろんな自己矛盾がこう生じているなということは感じるんですよね。であの特にこの 一年間難民申請者に対するこう扱いというのももちろんなんですけれども、入管のこう収容施設内でのこう人権侵害というのも、まあ、あの昨年の3月6日に名古屋入管で亡くなられたセリナンカ出身のウィシュマサンダマリさんのことはじめ、あ、そんなこと知らなかった、こんなことを来てたのってこうびっくりした方々も多かったんじゃないかと思うんですよね。 であのこれも何度もお伝えしてきたことですけれども、この入管の収容施設内で亡くなった方、ウィシュマさん含めて2007年以降、まあ、17人。 でそのうち5人が自殺と見られているということなんですけれども、まあ、これ、もうまっとうな検証もこう行われないままここまで来てしまったわけですよね。で、こうした状況、まあ他にもウィシュマさんの件だけではなくて、あの他のこう死亡事件に関しても、児玉さん、代理人として携わられていると思うんですけれど改めてこういった状況、どんなふうにご覧になってますか。そうですねもうこの辺はあの僕自身もずっと 97年ぐらい前の東京2館で亡くなった人の事件とか、はい、あの関わっているので、うん、あの今回のウィシュマさんについてもあの防止できなかったっていうのはやっぱ自分の責任もすごく痛感はしてるところではありますが、うんえー、やっぱこれも監視をきちんとするとかあと私いろんな方法あると思うんですけど僕はやっぱ弁護士なのであの司法の場でこういうところをきちんと是正して これはだめなんだっていうことをやっぱ裁判所がきちんと判断するようなことが向けてあの、まあ、努力はしてきてるつもりです、うん、今後もそこに注力したいと思っているんですが、うん、もう一個あるのはその入管の視察委員会っていうのが2010年の7月からあの運用開始してもう10年以上やっているんですけども、はい、本来であればその入管の視察委員会はもうこういう事件が起きたら飛んでいって上島さんの事件でもそうですよ。もう 視察員が行って、もうビデオを見せろと言って、全部見て、うん、彼らが報告書なり作ればいいと、いいと僕は思ってるんですが、でも人的、皆さん、非常勤であのものすごい安い報酬でしかや出されていない、そういう状況で、うん、あのこまでその資源を注入できるかというのは問題あると思うんですが、そこの強化をするということが、やっぱり一番僕は。 あの近道ななのかなといいううふうに思います、はい、実はこれ2012年と2014年にイギリスの入管の視察に行ってそこでイギリスの視察員の方と話をしたりとか、うん、そこの,あの、まあ、フルタイムで年間2,000万円ぐらい給料をもらってる人がもう何人も何十人もいてそういう組織は大きな違いがあるんですけどそういう形での外部からのきちんとした勧告だったり視察だったりとかというのがあれば。 だいぶ変わってるんではない変わったんではないのかなというふうに思います、うん、小玉さんが今挙げてくださったこの視察,視察委員会というのは、まあ、入管内部の,その透明性なんかを確保するために、まあ、第三者に近いような形での,あの組織運営がなされているという建前にはなっているんですがあのただ例えばその 昨年亡くなられたサン三ムリさんですね。自分のこう、あの、命を何とかしたいということで、いろんなこう手を尽くしていたということが後に分かっていて、で、視察委員会に手紙書いているんですよね。で、1月末にそれをこう投函して、はい、で、あの、職員から不当な扱いを受けてるんだ、で、自分のこう落としたあの、ものの中にこう血が混じってるんだということをこう訴えていた手紙、1月末に投函され、で、回復されたのは、 三島さんが亡くなった後だっったたというヶヶ月月もも後後以上も後だったわけですよねだからやっぱりそういう,こう形骸化されてしまったことをこうものを何とかしていこうっていう視点もこう必要かと思いますがまあ一方でその三島さんのこう事件でこう明らかになってきたことってそもそもやっぱりこう収容のあり方がこうおかしいのではないかということで,でこうやってこう過酷な収容環境に 置くことによって、でほらここにいるぐらいだったらこう帰りたいでしょっていうふうにこう帰国した方がマシでしょっていうふうにこう、うん、圧力をかけていくことを容認するかのようなあの最終報告書だったと思うんですよね。このやっぱり構造自体は児玉さんどんな風にご覧になってますか。そうですね。あの本来入管の収容というのはあの強制送還をするための準備で船待ちとか飛行機待ちのために本当に必要最小限でやるべきもの。 ななわけなんですが、うん、あの今おっしゃられたうその収容をそ,ういうそれだけではなくてもう長期収容して無期限の先の見えない収容を続けることでもう経済的にも精神的にもギブアップさせてあの自発的に返そうというそういう手段として行ってるんじゃないかっていうのはもうそれはもう大体。 分かってはいたんですが、うん、今回の上島さんの最終報告で、1回目の仮放免を不許可にした理由の中で、本人に立場を分からせるためにも一度、仮放免をしたというのが、はっきり書いてあったのを見て、ショックではありましたけど、やっぱりだという思いもあって。 本当にひどいなと思います、ね、そうですね、なので、あのまあ、収容をこう拷問のようなこう手段としてこう使わないということにこう根差して、まあ、改革が必要ですし、まあ、万が一こうあの必要最小限の,こうあの、まあ、収容がなされるとしてもこう、やはりこう人間的な環境が必要ではないかと思うんですね。で、今あの、えー、YouTube でコメントいただいています、博文大石さん、えー、長期収容を減らす方法として、 えー、より開放的なあの処置を検討するような路線はないのでしょうか、えー、例えば保護士に週1回の面談を義務付けてあとはこれまで通りとかせめて外出面会自由,量自由の量に収容するとか、えー、もっとこう収容施設自体のこう透明性もこう上げていく必要があるのではないかというご意見ですが小玉さんいかがですか。 そうですねあの諸外国では開放的なあの収容施設、うん、収容施設という言い方はあれなんですが、ね、もう全然もっと開放的なあのところでに食事を提供するっていうのも、もうこれは一般的なようですし、えー、私、ちょっとこの間、月曜日に。 鎌倉にあるアルペ難民センターっていう、もカトリック教会の方が運営しているところ行ってきたんですけれども、あのこれ、別に民間でこういうのやるんじゃなくて、きちんとこれ、本来だったら、政府がこういう開放的なところで、行き場所のない人をちゃんと飲食中、提供するようなことをやるのが本来の姿なんだろうなというふうに思って、見てままいりましたそういったこ,うことを踏まえて、実はですねあのもうすでにあの時間がオーバーしてしまっていましてです、ね、児玉さん、すみません。あの 貴重なお時間、もう少しだけあの大丈夫ですか、こういったあのご指摘いただいたこう問題点を踏まえてなんですけれども、では、じゃあこう入管はあるいはその入管法はあのどういうふうにこう変わっていくべきなのかということについては、児玉さん、いかがですか。 変えななくくちゃいけないけところがたくさんんあるんですねあの僕自身の関心としては収容のところで、うん、ともかく今、収容するかしないか、解放するかどうか、解放するとしてどういう条件をつけるか、全部入管が決められることになっています、うんで。ここについて、少なくとも、ま、できれば事前の審査、少なくともイギリス並みにその解放する段階で、本当に迅速かつ効果的な解放手段、 というのを設けるべきだろうというふうに思います、うん、あのこの間のジョコビッチ選手がたった5日間で判決まで行って解放されたというのを見るにつけやっぱり,り、ね、オーストラリアもオーストラリアの収容も本当に国連から何度も何度も勧告を受けているようなひどい収容制度なんですけどそれでもああいうふうになるっていうのはやっぱり司法の力って強いなというふうに思いました、うん、でそれもそうですしあと難民に関してその長期収容 送還忌避者の国が言う相関危機者の問題に関してはその難民申請者を何度もする乱用があるから送還忌避者が増えるんだ、だからその総監忌避を人たちはもう収容し続けなくちゃいけない、そういう理屈だと思うんですが、うん、それはその自分たちが0.4%しか認定できていない国際レベルからかけ離れた。 あの難民認定実務しかできていないというところについての反省も全然なくそれで申請している人たちだけが悪いというような制度設計をしようというのはもうこれは根本的な誤りでまずは諸外国並みに認定すればいいと思いますクルドの人にしてもビルマの人にしてもンマの人たちにしてもあの他の国、自分の親戚だとかが同じような状況の人たちがドイツだとかニュージーランドとかそういうところで全部認定されてるんですよね。 日本では認定されなければ、いや、なんかの間違いなんじゃないか、帰ったら危ないし、いとこはニュージーランドで認定されてるし、と思ったら、それは何度も申請しますよ。だからそこを、そこを、あの、きちんとやれば、長期収容とか、 あの相関記者の問題というのは解決かなり解決すると思いますうん、あのそういったこう根本の問題にこう切り込んでいけるのかということが問われていると思うんですけれどもあの最後に児玉さんの私も非常に印象に残っているんですがあの昨年あのまああの 嫉妬インのこう現場、まあ、あの参議院議員会館の前でこういろんな形でこう嫉妬インが開催をされて入管法の,まああの政府案に反対しますということでその,時にあその時もですねあのスピーチの中でご自身の夢を語っていらっしゃったと思うんですねであのもしよろしければこう最後に児玉さん自身が抱いているこう夢について改めて伺ってもいいでしょうか。そうですね、まあ、あの う一言で言うと誰もが人として普通に生きられるそういう世界です難民の人だしたらもう本当に帰ってしまったら命が危ないから日本でこの国で平和に暮らしたいもうそれだけなんですねそうじゃない、まあ家族で在留特別許可を欲しいと言ってる人も本当に特別なことが欲しいわけではなくて家族と暮らしたいここで。 日本で生まれた子どもなんかも友達も日本にしかいない自分の国籍国といったってそれはお母さんが生まれた国だおじいちゃんおばあちゃんがいる国だそれだけの話でそこにいるんじゃなくてもここで普通に働いて普通に暮らしたいそれだけの当たり前のことが当たり前にできる、うん、そういう社会になるのは別に誰にとってもマイナスではないと思います。うんうん そんななんていうか大それた話ではなくて、うん、そういう当たり前のことをあるいはもうその逃げる必要もない人を捕まえないとか病気にな入管の中で病気になったらあのお医者さんにかかってるとか、うん、すごくあの当たり前のことを、まあ、夢というふうに言いましたけど、まあ、実は夢でもなん、まあ、あの普通にやれば普通に実現できる話なので、うん、ぜひ。 そこに近づけていいきたいです、ね、う,ーんそう、当たり前のことが当たり前としてこう認められる社会にということで、あの、これは引き続き、こう、何度でも何十回でも、こう、私もこう、あの、提起していきたいことかなというふうに思います。であの ま、これからおそらく、あの、入管法に関しては、まだまだいろんな、こう、動きが予想されますので、児、えー、小玉さん、またぜひお話を伺えたらというふうに思います。あの、今夜はお忙しい中でありがとうございました。はい、と、はい、んもいまんはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのー、この番組の中で、あの、何度も入管問題に関しては、皆さんにこう、お伝えしてきましたけれども、 本当にこう、あの、特別なこととか、こう、大それたことを、こう、あの、求めているんではないんですよね。うん、あの、三島さんのあの、二人の妹さんも人間を人間として扱ってほしいって、うん、こう、 一番はそこなんだということを何度もあの伝えてくださったことがありますけれどもあのそれをこう誰かに言わせてしまうような状況がこの社会の中にあるのだということを踏まえてあの今後じゃあ何を選択していくのかということを私たち考えていかなければいけないなというふうにこう思いますあ、そうだあ、一つちょっとあの補足をしたいことがありましてあの最初のあのチューズライフプロジェクトのお話にちょっと戻ってしまうんですけれども あの私たち、抗議文の中でですねあのあの公正さとかの公共という言葉は使っているんですけれどもあの中立という言葉は実はあの使っていません。うん、これはあの5人の中でもこれはあのいろんなこう意見が抗議文を出した5人の中でもこういろんな意見があると思うんですけれどもあの人間がこう作っている以上こう完全な無味乾燥のこう 中立を目指せというふうにこうあの言ってもこう、それは不可能なことなんだと思うんですよね。うん、であの、例えばこう差別の問題でもこうヘイトスピーチを言ってしている側はこう言ってます。それに反対する人たちはこう言ってます。はい、終わりって。それってやっぱりこう思考停止につながりかねないことだと思うんですよね。それを私はあの中立とは呼ばないと思いますし、 で、あの、いろんなメディアがあって、いろんなこう、視聴者のこう選択肢があって、それぞれのカラーがあるっていうことが、あの、また豊かさにもこう、つながってほしいというふうに私自身はこう、思っていて、で、もちろん、その、中立、完全中立っていうことは、あの、 それはこう難しいことなんですけれども、ただやはりこう、限りなくこう、公正であろうとすることはこう、うん、あの、それぞれのメディアがこう、努力をしなければならないことだと思うんですよね。で、あの、いろんなこう書き込み見ていると、こう、そんな完全な中立なんて不可能じゃないかっていうふうに、ちょっと、あの、論点がどんどん、あの、すり替えられてしまっているということが非常に気がかりで、うん、あの、それだけ最後にあの、皆さんとお伝えしつつ、あの、この公共パブリックって一体何だろうかということも、 もうあの一つ大ききなこののレディアアダイアログのこうテーマとととしてて皆さんと一緒に考えていきたいと思いた思ますさああの今日の放送をもう一度聞きたいという方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。えー、今後の放送のお知らせもいたしますので、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。 えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやそして、えー、マンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。さあ来週1月の19日水曜日は、えー、早稲田大学文学学院 早稲田大学文学学術院教授のキム・ギョンムクさんをお迎えして、これあの YouTube のあのシリーズで一緒に配信してきたものでもあるんですけれども、はい、カルチャーから知る朝鮮半島のことをと題してお送りしていきたいと思います。先日あの陛下の YouTube にもですねあの、ギョンムクさんと一緒に新大久保の街を歩きながらコリアンカルチャーのこう変遷だったりですとか、あるいはヘイトスピーチの問題についてお話をしていったという動画をこう配信しているんですけれども、 改めてこのレディオダイアログでもそれを深掘りしていきたいなというふうに思っています。えー、来週の放送もぜひお楽しみに。ということで、えー、レディオダイアログまたこの来週21時、あれ、来週19日ですね。19日の21時にお会いしましょう。本日の相手はフォトジャーナリストの安田なつきと佐藤慶でした。あり,したありがとうございました。おやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします